金沢競馬メインレース第11競走を迎えました。楽天競馬で秋の競馬を楽しみましょう。 A1 1組、距離は 1900m、 9頭で争われます。なお4番信一ですが、米倉聡騎手から桂山康平騎手に騎手変更となっております。枠入り順調に進んで、最後は9番の金子メオスター、ゲートへと収まって枠入り完了。スタートしました。好スタートは2番光栄バラの町、これを追って5番ながらオリオン、2番手から前に並んでいきます。ここで5番ながらオリオン前に出まして、3コーナーカーブ、2番の光栄バラの町が2番手、2馬身から3馬身、4馬身と離れて3番手集団固まりました。外から9番金子メオスター、この圏内8番山見ダンス、内を通って1番メジャーシップ、各馬1周目のホームストレッチへ。さらにこの圏内には3番のコスモタウルスがおりまして、2馬身から3馬身差、後方3頭をばらけました。6番のアントニオピサが後ろから3頭目、あとは7番プラチナバリー、4番ノブイチがしんがりを追走しています。先頭を行く5番ながらオリオン、リードが6馬身7馬身8馬身と広がって1コーナーのカーブ、2番手に2番光栄バラの町、これに取り付いてきたのは8番山見ダンス、今3番手1馬身差、1番のメジャーシップ、その後ろから9番金子メオスター、内を通る3番コスモタウルス、前は2コーナーからすでに向こう上面に入っています。飛ばしていきます5番のながらオリオンです。もうリードは10馬身からそれ以上に広がっています。2番手2番光栄バラの町、並んでかわしていくのは8番山見ダンス、2番手に上がって、それから1番メジャーシップが続いています。その後ろ3番コスモタウルス、並んでいくのは9番金子メオスター、あとは後方に6番アントニオピサ、外側4番のノブイチ、最後方追走が7番プラチナバリー、前は3コーナー、前を行く5番ながらオリオン、リードは依然大きくなっています。400の標識を通過、2番手単独で8番山見ダンス、その後ろ2馬身から3馬身差、3番手から2番手に迫って1番メジャーシップで4コーナーカーブから直線、先頭5番ながらオリオン、リードをキープして200を通過、2番手じわじわと差を詰める1番メジャーシップ、3番手が8番山見ダンス、4番手以降も離れました。先頭5番ながらオリオン、リードは若干縮まってまいりましたが、1番メジャーシップ2番手から懸命に差を詰めています。先頭5番ながらオリオン、ゴーリン、5番のながらオリオン勝ちました。勝ったのは5番ながらオリオンです。鞍上吉原弘人騎手、1番メジャーシップ、最後は差を詰めましたが、しかし2番手8番の山見ダンスが3番手入線です。その後ろ3番コスモタウルスと7番のプラチナバディ並んで4番手5番手の入線、先着は5番のながらオリオン、最後は1番メジャーシップに差を詰められましたが、しかし足色を測っている感もありました。吉原騎手、5番のながらオリオン勝っています。1番メジャーシップ2番手、8番山見ダンス3番手入線です。着順払い戻し金の確定まで投票券は大切にお持ちください。第11競走でした。